魔女の館です。本日はですね、星座とアロマ、ヤギ座の方におすすめの星についてお伝えしたいと思います。でこのヤギ座っていうのはですね、太陽星座のヤギ座なんです。太陽星座ってなんじゃいなって、そんな聞いたことないわっていうふうに思われてる方いらっしゃると思うんですけれどもね、まず星座にはね、2つあるんです。太陽星座と月星座というものですね。で皆さんがなんかいろいろ週刊誌読んだりとかね、なんかね、私たちの今週のね、星座の占い何かしらみたいな感じでね、見るときの星座っていうのは、あれはね、太陽星座なんですね。でどういうことかと言いますと、今おそらくヤギ座の方が見てくださってると思うんですけれども、あなたが何年の何月何日の何時何分におぎゃーとこのように命が授かったわけですけれども、その瞬間ですね、その瞬間に太陽がいた星座、それが太陽星座なんですね。で同じく月もね、どっかの星座にいたんですよ。でその時に月がいたのを月星座というふうに言います。で太陽星座の方は非常に分かりやすくて、この地球っていうのはですね、1年かけて太陽の周りを一周しますよね。なのできっちり12で割り切ることができるんです。なので何月何日に生まれたらその時はここだったっていうのが分かるんですけれども、月星座の場合はね、そういうわけにはいかなくて、結構周期が短いですから、なんかもう昇ったり沈んだりがすごく早いのね。なので1日のうちでも明け方に沈んで深夜に昇るっていうことがありますので、誕生日が一緒なんだけれども、だけど月星座が違うよっていう方は結構いらっしゃるんですね。それは時間がわからないとどうにもならないので、もし時間がわかる方がいらっしゃったら検索すると出てくると思うので、私の月星座は何座だなっていうのを、ね、見てもらっても面白いかなっていうふうに思います。でもそれとてもややこしいので、ここであなた何時何分に割りましたかみたいな感じで表でやっていくわけにはいかないので、一応太陽星座でねやっていきます。もちろんだから太陽星座が当たらないのではなくて、やっぱそれはメインとしてね、そういう性格はあるっていうふうに考えてもらったらいいかなと思います。ということで本日はですね、ヤギ座の星座ですね。ヤギ座っていうのはどういうことかというとですね、まあ、これはもう一番最初からずっと言ってるんですけれども、私たちが使っている暦っていうのは1月1日が元旦、それから12月31日で1年が終わるっていう、まあ、暦を使ってますけれども、自然の暦はそうではなくて、今からどん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 植物がこう芽吹いていく春分の日、それがね元旦なんですね。星座って全部お羊座から始まるでしょ。春分の日が入っているお羊座からどん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 こう行くんですよね。でその魂が生まれたと考えて、その魂がお牛座に行って、双子座に行って、蟹座に行ってて、どん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 成長していくわけなんですよ。でそれで1年かけて、まあ、終わるという。よくタロットカードなんかでもそうですよね。1年かけてどんどん成長していくっていうような形になってるんですけれども、で、ヤギ座のところに来るとどうなるかっていうとですね、社会に入っていくんですけれども、社会の一定の枠組みの中で、きっちりとルールに従って堅実に働いていくタイプが多いです。ですので保守的で伝統を重んじる、あるいは権威主義になりますね。キーワードは何かというと、堅実、それから真面目、それから野心家であるっていうところもあるんですね。で現実的で道徳的で、一歩一歩着実に上を目指していくタイプです。でギリシャ神話ではね、ヤギ座っていうののこう上半身がヤギで下半身が魚なんですよ。すごくないですか。つまり山にも登るし海にも潜るよっていうのでね、頂を目指すっていうタイプですね。でちょっとね別の話になりますけれども、アルガンオイルっていうすごい美容にいいオイルがあるんです。で私どこかで喋ってると思うんですけれども、そのモロッコでだけしか取れないんですけど、アルガンツリーっていうこの大きな大きな木があってね、でその結構砂漠でしょ、モロッコの辺っていうと。なのでだん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 ね、冬場になるとね、食料がなくなってくるんです。そうするとヤギがね、そのアルガンのね実をね食べにね木に登っていくんですよ。すごくないですか。アルガンツリーヤギとかで検索すると画像出てくると思います。木にねヤギがいっぱい登ってるの。だからやっぱりね、ヤギってこういうようなところがある、自分の食べるためには一生懸命登っていくような、それがねヤギ座にもね共通しているのではないかなっていうふうに私はちょっと思ったりとかしてるんです。先ほどの話に戻りますけれども、権威主義でちょっと、まあ、野心家なので非常に上下関係を、ね、重視するんです。ですから年長者の方からはね可愛がられるタイプが多いと思います。上下関係をすごく重視するから、自分のランクがちょっと落ちたりとかすると、ね、ものすごく落ち込むので、ね、ウィークポイントはどこかっていうと膝とか骨とか関節あたりなんですね。リウマチとか、それから関節痛とか、そういったところに、ね、注意しなければいけないんですけれども、でそこにいい、じゃあおすすめの精油は何かっていうと、サイプレスとか、それからベチバーなんですね。で、非常にね、責任感が強くてね、自分の責任を全うしようとします。なので家族を守ったり、友人との関係もすごく重視するので、
でその感情をちょっと抑え込むようなところがあるんですよね。なんかこう喜怒哀楽ふわふわ出してはいけないやんみたいな感じのところがあるので、なのでその表現がすごく苦手だから溜め込む、でそこでストレスが溜まっていく。なのでそういう時にもベチバーがすごくいいです。別名静寂のオイルとも言われてるんですね。であの東南アジアの方で取れるものなんですけれども、根っこから取る精油ですから、だからグラウンディングする時とかにもおすすめのものです。なのでベチバーなんかで方向浴をして、なんか気持ちをすごくリラックスさせていくっていう風なのでね、自分のねそのウィークポイントをねこうカバーしていくようにするといいかなっていう風に思います。まあ、野心家なのでこう着実に行くタイプと、それからなんかそこからもう脱却してしまうタイプがいるんですよね。そういう人たちはどちらに行くかというとですね、哲学者であったりとか、あるいは詩人とかね、あと、スピ系の指導者、いわゆるスピリチュアル系の指導者みたいなところにね、行く方も多いっていうふうに言われています。ですので、まあ、コツコツ真面目なので日本人には多いタイプかなと思いますけど、その分ストレスを非常に溜めやすいので、なので自分で思うところがあれば、まあ、そういったベチバーとかサイプリオスを使ってケアをしてあげて、でその溜め込まないように、注意されるといいかなっていうふうに思います。ということで本日はですね、ヤギ座の方におすすめの精油、サイプレス、それからベチバということでお送りいたしました。何らかの役に立てていただければ嬉しく存じます。本日もご視聴いただきましてどうもありがとうございました。